c 4 2 0系ディーゼル機関車センチュリーシリーズとはアメリカ合衆国の機関車製造会社アルコが1963年から製造を開始した電気式ディーゼル機関車であるアメリカでは1950年代末までに蒸気機関車のディーゼル化がほぼ終了しており次に機関車製造会社がすべきことは初期に納入したディーゼル機関車を 次なるディーゼル機関車に置き換えることを鉄道会社に進めることであった。その際に重要なことは新型の機関車がいかに前の方よりも優れているかということであった。アルコをはじめとした各社は3両で旧型の機関車5両に匹敵するほどにエンジン出力を増大し必要な機関車の量数を削減するという販売手法に訴えた。当時、 列車の編成はより重量を増しており、一つの列車に何両もの機関車を連結することは、機関車の故障による立ち往生の可能性も高めていた。一列車に必要な機関車の量数を削減することは、保守の面からでも有用であった。アルコの第一世代の機関車は、GM エンドのものほどの成功を収めなかった。安価に販売にしていたにもかかわらず、GM エンドの貨物用機関車、 F シリーズや旅客用機関車、E シリーズあるいはロードスイッチャーのようにはいかなかった。信頼性の低さだけが販売不振の原因ではなかったが、アルコはそれを解決することが将来の成功につながると考えた。そして、信頼性の向上を狙ってセンチュリーシリーズが開発された。まず、従来使用されていた251型ディーゼルエンジンに改良が加えられた。 このエンジンは5ア9インチ、ストローク10.5インチ、すなわち1気筒あたり10.94リットルのエンジンで6気筒、12気筒、16気筒に組み合わされて使用されていたもので信頼性を向上し内部のストレスを減少させた。車体の機器室は外装を密閉して内部を予圧する方式となり外気はフィルターを通してエンジンのコンパートメントに入り、そこから 外灼同様モーターの冷却に使用された。また、別のダクトが発電機のコンパートメントに通じ、発電機と整流機を冷却した。そこを通過した空気はエンジンルームに入って予圧し、外気や外部からのチリアクタの侵入を防ぎ、その後、外部に排出された。形式名の3桁の数字は、100位が同軸数を10位、1位が エンジン出力を馬力で表した時のせいに100位を表している。当初は以下の3タイプの車両が用意されていた。後に下記のラインナップが追加された。アルコが機関車製造から撤退した1969年以降は、これらの機関車の製造はカナダのモントリオールロコモティブワークスに引き継がれ、新たな形式も加えながら、しばらくの間製造を続けた。 ありがとうございます。